カルバジェーダ・デ・アビアは、スペイン、ガリシア州、オーレンセ県の自治体、コマルカド・リベーロに属する。ガリシア統計局によれば、2011年の人口は1504人で、ある。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は、全住民の93.85%カルバジェーダ・デ・アビアは、オーレンセ県の北西部に位置し、コマルカド・リベーロに属する。北は、 レイロと、東は、ベアーデと、南は、リバダビア、メロンと、西は、アビオンの、各自治体と隣接する。自治体の中心地区は、カルバジェーダ教区のカルバジェーダデアビア地区。カルバジェーダデアビアは、リバダビア司法管轄区に属す。住民は8の教区の21の地区に居住する。自治体市長は、ガリシア社会党のルイスミリア・メンデス。自治体評議員は、 ガリシア社会党、六、ガリシア国民党、三となっている。カルバジェーダでアビアは八つの教区に分けられている。太とは自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。